な、なんだかめぐみちゃん今日元気ないよな。なんか思い当たる節でもあるのか。そっか、彼氏とな。時間が経つのを待つしかないかな。悪かったな、忙しいとこ。お疲れ。お疲れ様。彼氏と別れたんだって？それでこの頃元気がなかったわけだ。でもな、この世に男なんてのはそれこそ星の数ほどいるわけだ。その星の一つに逃げられたとしてもまた探せばいい。まあ何が言いたいのかっていうとだ、あまり気にするなってことだ。そんなに暗い顔してました？あ、そうですか。俺が気づくぐらいだからみんな気づいてると思うぜ。少しの間放っておいてくれませんか？私の問題で、他の人には関係のないことですから。もうちょっとで自分の中で気持ちが落ち着くと思いますから。それまで。合ってる合ってる。ストレートに言いすぎるなって言いたいんだろ。でもさ、ああいうちょっと難しいタイプは普段から人に気を使われてるわけじゃないか。だからよ、逆にストレートに言ってもらった方がアドバイスはその心に届きやすいんだよ。おい、それが問題だ。
A さんには何か悩みってありますか？ええ、そうです。悩み。どんなことでもいいです。些細なことでも。
南くん、今大丈夫かな？明日からバイト昼頃から入れないかな。急にシフトに穴開いちゃったんだけど。そこをなんとか。いやー本当かい？じゃあ明日からそういうことでお願いね。ケンちゃんどうしたの？まずまずかな。うん。それはわからないけど、でも、なんでいきなりこんなこと聞くの？変なの。おやすみ、ケンちゃん。なんとかな。
兄さん、もうバイト来てたんですか？そうなんですか。気持ちの整理はつきましたから、もう大丈夫です。いいと思いますよ。お互いそれなりの原因があったと思います。今回は私の方の原因が大きかったと思いますけどね。それじゃあ、私着替えてきますから。
ケンさん、よかった、会えて。少し気分が悪くなって、10分くらい前、はい、なんとか。だいぶ楽になったから、あ、はい、ありがとうございます。美味しかったです。いえ、もう大丈夫です。それは、いつも K さんと別れるあの場所を少し過ぎたところで、めまいがして。K さんがもうすぐ来るはずだから、こっちの道にいれば会えるって思ったから。ええ。
もう間に合いませんね。ごめんなさい、迷惑かけて。あ、別に大丈夫です。いつもバイト帰りはこのぐらいの時間ですから。ええ、もう平気です。本当、ごめんなさい。ええ、ケンさんも。
さん、おはようございます。今日も昼からですか？一日休めば大丈夫ですから。姉さんも心配性ですね。本当に大丈夫です。それじゃあ私着替えてきます。わかりました。